ハーゲン弦楽四重相談は、モーツァルテウム管弦楽団の首席ビオラ奏者、オスカー・ハーゲンを父に持つ4人の兄弟によって、オーストリアザルツブルクで結成された、弦楽四重相談である。当地では、早くからその実力を認められていたが、4人兄弟の若い方がより才能があるということはよく言われていた。事実、ハーゲン弦楽四重相談として、プロ活動を始めるときには、 長女で第二バイオリンのアンゲリカ・ハーゲンはキャリアを断念した。ロッケンハウスでは1981年に審査員賞と観客賞を受賞し、その翌年ポーツマス弦楽史重奏コンクールで優勝。ドイツグラモフォンから数々のアルバムを発表している。第二バイオリンはアンゲリカからアネッテビク、そして現在のライナーシュミットに交代したが、 彼らは皆ザルツブルクモーツァルテウム音楽大学で、ヘルムート・ゼトマイヤー教授の下で学んでいる。84年にはザルツブルク音楽祭にデビューした。4人は現在モーツァルテウム音楽大学の教授でも、ある。2011年、結成30周年を機にドイツグラムンを離れ、ドイツのミリオスクラシックスレーベルに移籍。ありがとうございます。